れが来るんじゃないかっていう通貨があって、はい、まあ、それをねちょっと持ちたいなとは思ってますね。まだ出てないんですけど。ああ、うん、ちなみに なんてやつですか。ね、それこそまあメタバース関連なんですけどね、あの、はいはい、まあ、言っていいのかな、まあ、分かんないですよこれ。あの僕何がいいか根拠はないですけど、なんかエバードームっていうのがあるんですよ。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はテンセットの価格っていうのが未だにずっと上がり続けているっていう点に、ちょっと着目して動画を撮っていきたいと思います。でテンセットがこれだけ上がり続けているっていうのはもちろん理由があって、でこれからテンセットをまだ買っていった方がいいのか、はたまた様子見した方がいいのかっていうのを、まあ、私の見解を交えてちょっと説明していきたいと思いますので、今仮想通貨に投資されている方だったりテンセット、それこそ今注目されている方は必ずこの動画は最初から最後まで見るようにしてください。そしてこの動画が分かりやすいと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私の LINE 読者の方限定で今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただいております。それに加え今すごく市場が盛り上がっている IDO、IEO、IGO などのプロジェクトのみを紹介する LINE というのを新しく立ち上げさせていただきました。こちらの方では私がより厳選したプロジェクトのみを皆様に紹介していきますので、本当に少額からでも莫大なリターンを得られてくる可能性が非常に高くなってくるかなと思います。なので仮想通貨で一発当てて大きく稼ぎたいと思われている方はぜひお気軽に概要欄からこの2つのラインというのをご登録よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。まずテンセットのこの価格の上がり具合っていうのを見てほしいんですけども、ちょっとトレーディングビューだとイーサ建てしかなくてすごい分かりにくいので、このコインマーケットキャップさんのサイトで見てるんですけども、ファンダというかそういった要因があったのが大体まあこの12月10日付近なんですけど、その時っていうのは130円くらいをずっとうろうろしてたんですけど、そこから一気にも上がってですね、今が大体368円と、で昨日が一時440円だったかな、ドル建てであれば440円くらいまで行ってましたね。なのでまあ本当凄まじい上がり方をしているんですけども、これはなんでこんな上がってるかっていうと、まあテンセットのホームページですね、ちょっと行けばわかると思います。はい、こちらテンセットのホームページになります。で爆上がりしてる要因っていうのは、まあ結構知ってる方も多いと思うんですけども、このジェムズっていうところにその原因っていうのがあります。はい、こちらのジェムズのページ行くとこのような画面になってるんですけども、まあ、あと5日と6時間と39分で、まあこの終わりますっていう風に書いてあるんですけども、このカウントダウンは何かっていうと、このページ行けばわかるんですが、はい、こんな感じですね。これ今見てもらうとわかる通り、まあ、英語なんでわかりにくいとは思うんですけども、まあ、単純に3500枚のテンセットをロックしてくださいっていうのはこちらページになります。で、3500枚のテンセットをロックするとどうなるかっていうのがページに戻るんですけども、はい、こちらですね、この3500枚今ロックすることでエバードームのこの確定購入枠っていうのがもらえます。でこのエバードームが今すごく盛り上がってるので、エバードームを欲しい人がどうしたらいいかっていうと、今だともうテンセットを今だと3500枚ロックするか、メタヒーローを購入するかしかないんですけども、テンセットからですねやった方がかなりは有利になってくるので、額が大きいので皆さんテンセットを買って、まあ、エバードーム欲しいがためにテンセット買ってずっとロックしていってるというような現状になります。で残り5日と6時間になってるんですが、これが終わるとだいたい250枚ずつですね、このロックが増えていくということになってます。で今さっき3500枚になったので、次が3750枚になったら4000枚になって、で4000枚の時点で1週間経ったらそこで募集が終わりっていうことなので、まあ、なるべくですねこのエバードーム欲しい方は早めにもうロックした方が絶対にいいんですけども、でこのエバードームがなんでそんな盛り上がってるかっていうと、私はまあ以前からずっとこのエバードームが今後来るんじゃないかという、まあ、メタバースの銘柄になるので今後絶対来るんじゃないかと動画で言っていたんですけども、まあ、一番の要因はちょっと今見せるんですけども、こちらの方になります。まあまあ、まあまあ持ってます。でこれからねすごいね、これが来るんじゃないかっていう通貨があって、はい、まあ、それをねちょっと持ちたいなとは思ってますね。まだ出てないんですけど。うん、ちなみに なんてやつですか。ね、それこそまあメタバース関連なんですけどね、あの、はいはい、まあ、言っていいのかな、まあ、分かんないですよこれ。あの僕何がいいか根拠はないですけど、なんかエバードームっていうのがあるんですよ。うん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 、それがいいかなと思って。
はい、こんな感じで今見てもらった通り、青汁王子こと美咲さんがですね、まあ、エヴァードーム今すごい注目してるっていうようなライブ配信、竹花さんとのライブ配信ですけども、その中で、まあ、言っていた。でその次の日にツイッターでも来年はエヴァードームの年だっていうようなツイートされているんですよね。ちょっと編集で画像も出しておこうと思うんですけども、こんな感じでツイートされてます。で、まあ、そういった背景があって今まで、まあ、ある程度注目はされてたんですけども、あれほど影響力を持った、まあ、美咲さんがですねエヴァードーム注目してるっていうことで、どんどんですね一般の方とかが転生とずっと買っていってるというような状況になります。でただ3500枚っていうと、さっきの価格見てもらったと思うのでわかると思うんですが、今1枚が360円の3500枚なので、結構なお金がかかります。はい、だいたい今の購入額で126万、まあ、約130万円ぐらい転生と買わないとこの今のロックに参加できません。なのである程度資金に余裕がある方じゃないと、もしかしたら厳しいかもしれないんですけども、個人的には絶対に参加した方がいいと思います。で、まあ、実際に私も今2アカウントだけロックしているんですけども、まあ、ちょっとその証拠を見せますと、はい、まず1アカウント目がこれですね。これは考えエクスチェンジの時にやっていたので、まあ、結構前にやってますね。9月7日にしていたものになるんですけども、これで、まあ、この時は3000枚だったので3000枚ロックしてます。で、もう1アカウントが、はい、こちらですね。こっちは BSC、バイナンススマートチェーンの方、まあ、ガス代が安いのでバイナンススマートチェーンの方でロックしたんですが、まあ、美咲さんのツイートがあって、これはかなりやっぱ熱いなっていうことで、もう1アカウント追加させてもらいました。それが、まあ、12月24日ですね、の夜にやってるかな。 PM なので夜に、夜の7時くらいにロックしてるので、今私はまあ2アカ分の確定購入枠を持ってるという形になります。で、なんでその今からまだ買ってもいいのかっていうのは、まあ、価格がまだ上がっていくっていう根拠っていうのもありますし、一番はこの今130万円ぐらいでテンセット買ってロックしないといけないんですけども、別にこのテンセットが消えるわけではないんで、1年後にちゃんと戻ってくるので、もちろんその1年後にテンセットの価格が落ちてるとかはあるかもしれないんですけども、その130万円を使って購入枠を獲得する、まあ、130万円が消えて確定購入枠をもらうとかっていうわけじゃないので、まあ、単純にその投資の概念で見たときにはほぼノーリスク、まあ、ノーリスクではないんですけども、かなりリスクは少なくて、今こんだけ注目されてるエヴァードームが確定ですね、今の段階だとだいたい5億5000万円分をこのロックしてる人たちで割るんですけども、今だいたい公式の方からの、報告で7000人くらいロックがいるみたいなので、単純に1人頭7万8000円くらいなので、まあもうちょっとあと1ヶ月ないかな、あと2、3週間くらいは期間があるので、まあだいたい1万人多く見積もっても1万人いたとしても、このエヴァードームが、まあ5万円分くらいは確定購入枠でもらえるので、仮に130万で買ったとして、エヴァードームがじゃあ10倍いきましたってなっただけでも45万円の利益になるわけなので、まあ、そう考えても、まあ、かなり美味しいわけですし、まあ、10倍にとどまらないと思うんですけど、まあ、ですし、でさらにですね、さっきのジェムのページなんですけど、この1年間これジェムが有効になるので、次何かエヴァードームの次のジェムが来た時っていうのも、もちろん確定購入枠でもうロックしてあるので参加ができます。で、実際に今ジェム4つ目、今これが見てもらうとメタヒーロー、これが一番最初のジェムで、2個目がカンガーエクスチェンジで、3個目が今回のエヴァードームっていう形なんですけども、今もう4つ目のジェムっていうのが確定してるらしいんですよね。何のトークンかはまだ明記されてないんですけども、4つ目のジェムっていうのももう確定してるっていうことなので、まあ数ヶ月以内にこのジェムっていうのがまた出てくると思うんですけども、テンセット今回ですねロックしておけば、こうやってジェムが出てくるたびに1年間は全部確定購入枠でもらえるっていうことになるので、まあ、これだけ本当に美味しい投資案件というかものはないんじゃないかなと思います。なので本当にある程度お金余裕があってどうしようかなって迷われている方は、もう今すぐにテンセット買ってこのロックしていった方がいいんじゃないかなと思います。でテンセットの購入方法につきましては、カンガエクスチェンジもしくは、はい、ここに書いてあるんですが、カンガエクスチェンジもしくはパンケーキスワップとかユニスワップで交換ができます。で、BSC の方でトーク持ってる方は絶対に BSC の方で、された方が、まあ、分かりやすいというか、ガス代が少ないので、まあ、おすすめかなと思います。まあ、ただほとんどの方はイーサリアムネットになってくると思うので、まあ、ユニスワップでされるか、まあ、カンガの方がいいかな。手数料で見たらユニスワップで交換するよりかは、このカンガエクスチェンジにトークン入れて、イダトル式でテンセット買って、で、そのテンセットをまたメタマスクに移送して、ここでロックっていう方がいいと思いますので、まあその方が手数料も安く済むんじゃないかなと思います。で、まあ詳しいやり方については、過去の動画とかも上げてるので、一応概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。で、それでもわからない場合は、冒頭で言ったように概要欄の方に私の直通の LINE っていうのがあるので、そちらの方で聞いてもらえれば、やり方というのはお伝えさせていただきます。まあ結構やってみると簡単なので、そんなに仮想通貨初心者の方でも、
時間はあればできるんじゃないかなと思います。なのでまあ勇気を振り絞ってやってみてください。はい、それではちょっと今回はテンセットメインで動画を撮らせてもらいましたけども、まあ、本当に繰り返しになるんですが、今まだテンセット購入数が迷われている方とか、まあ、今回の動画でテンセット初めて知ったっていう方でも、資金に余裕がある方はですね、ぜひテンセット購入して、今だと3500枚ですね、3500枚購入して、このテンセットのホームページでロックして、ぜひエヴァードームの確定購入枠っていうのを手に入れてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。